みんな、こんにちは。ファミコンの隠れた名作、ハイウェイスターを紹介するよ。ハイウェイスター?なんだかスピード感ありそうなタイトルだね。その通り、これはファミコン 3D 対応のレーシングゲームなんだ。スクウェア制作で、当時は RPG よりアクションやシューティングがメインだったんだよ。全8ステージあって、それぞれ制限時間内にゴールを目指すんだ。ゲームの特色は何かな?このゲーム、世界中の美しい風景をバックにレースするのが特徴なんだ。例えば、都市の高層ビルの間を疾走したり、自然豊かな山道を走ったりするんだ。それって、3D だともっとリアルに感じるのかな?その通り、ファミコン 3D でプレイすると、もう本物のレースにいるような感覚だよ。ただ、3D は目に負担があるから、休憩を取りながら遊ぶのがおすすめ。それに、このゲームの操作性も面白いんだ。カーブや障害物をうまく操る必要があってね。スピード感と緻密な操作が求められるから、レースゲームが好きな人にはたまらないよ。難易度はどうなの?初心者から上級者まで楽しめるけど、ステージが進むにつれて難しくなるよ。特に後半のステージは、ちょっとしたミスが命取りになるから、集中力が必要だね。でも、クリアするとすごく達成感があるんだ。なるほど、挑戦してみたくなるね。今のゲームと比べるとグラフィックはシンプルだけど、その分ゲームプレイが際立ってるんだ。レトロゲームの良さを改めて感じられる作品だよ。じゃあ今日はここまで。ハイウェイスター、みんなもぜひチェックしてみてね。のファミコン参入第1弾、テグザーについて話すよ。テグザーって初めて聞くけど、どんなゲームなの？これはね、もともとパソコンで人気のあったロボットアクションゲームの移植作品なんだ。ゲームアーツが開発して、その当時のアニメーション技術を駆使してファミコンに移植されたんだよ。アニメーション技術ってどんな感じなの？当時としてはかなり高水準で、ロボットの動きがスムーズでリアルに再現されていたんだ。ストーリーは、謎の惑星に囚われた母艦名ピナを救うためにテグザーが活躍するんだ。テグザーってどんなロボットなの？テグザーはロボット形態と飛行形態を使い分けながら進むハイパーデュアルアーマーなんだ。ステージを進むにつれて迷路が狭くなり、敵の数も増えてくるから、かなり戦略的に進まないといけないんだ。難しそう。そうなんだ。でも、マッピングしたり、隠しキャラを探したりするのが、当時はすごく楽しかったんだよ。当時は一直線のレーザーを再現できなかったのが少し残念だったけど、今なら違うね。今はどうなってるの？今なら、テグザーアネオとしてリメイクされていて、グラフィックも大幅に向上してるんだ。当時友達が持っていて、わけもわからずやってたけど、今やるとまた違う楽しみがあるよ。さらに、操作性やゲームバランスも改良されていて、昔のゲームだけど新鮮な気持ちで楽しめるんだ。懐かしいゲームが新しい技術で蘇るのはいいね。本当にそうだよ。テグザーは、レトロな魅力と最新技術の良いと小鳥ができる作品なんだ。そしてね、このゲームの BGM もすごくかっこいいんだよ。当時のチックチューンの魅力が詰まっていて、今聞いてもノリノリになれるんだ。音楽もゲームの大切な部分だよね。その通り、音楽があることでゲームの世界観がより深く感じられるからね。テグザ、興味がある人はぜひチェックしてみてね。RPG、 クレオパトラの魔法について話すよ。クレオパトラの魔法、どんなストーリーなの？現代エジプトを舞台に、悪霊に取り憑かれた父親を救うためクレオパトラを復活させるんだ。でもね、ドラクエみたいなマップじゃなくて、アドベンチャーゲーム風なんだよ。アドベンチャーゲーム風ってどんな感じ？謎を解いたり、場所を移動しながらレベルアップしていくんだ。ちょっと変わった RPG なんだよ。
音楽はファイナルファンタジーシリーズの植松さんが担当していて、神秘的な雰囲気がすごいんだ。そういえば、グラフィックはどうなの？グラフィックは綺麗で、異国情緒あふれる感じで、ゲームの世界に引き込まれるよ。ただ、敵が多くてレベルアップが大変。高い防具を買うためにもお金をたくさん稼がないといけないんだ。お金稼ぎも大変そう。本当にそう。でも、その分、ゲームの達成感は格別なんだよ。エンディングは当時としてはとても感動的で、見る価値があるんだ。エンディングが気になるな。機会があれば、ぜひプレイしてみて、アドベンチャーと RPG のいいところを合わせた感じなんだ。さらにね、エジプトの神秘的な世界観がゲームをより深くしているんだ。謎解きやストーリー展開もじっくりと楽しめる内容になっているよ。それは面白そう。そしてゲーム中に登場するキャラクターたちも魅力的なんだ。それぞれに個性があって物語に彩りを加えているよ。興味がある人はクレオパトラの魔法、ぜひチェックしてみてね。ちょっと珍しいゲーム、アクー戦記雷神について話すよ。アクー戦記雷神ってなんだかかっこいいタイトルだね。このゲームはね、聖剣伝説と一緒にボツになったんだけど、 DOG ブランドの最後の作品になったんだ。しかもね、500円で書き換えできる専用ソフトとして発売されたんだよ。500円で遊べるなんて今じゃ考えられないね。そうなんだ。ゲームの設定はね、機械生命体に征服された5つの基地を助けるために戦うんだ。どんなゲームプレイなの？プレイヤーは飛行形態でエリア間を移動し、エリア内ではロボット形態で戦うんだよ。でもね、飛行形態のシューティングは敵の動きが速くて難しいんだよね。スクロールが上下左右に動くって、斬新だけど挑戦的だね。そうなんだ。ロボット形態でも敵の攻撃が強力でかなりストレスがたまるんだ。変形中にダメージを受けるというちょっと厳しい仕様もあってね。それはゲームとしては厳しいかも。本当にそうなんだ。でも当時としては挑戦的な要素が多い作品だったんだよ。ゲーム史を振り返るとき、こういう挑戦的な作品も大切なんだ。そう考えるとゲームの歴史って深いね。それにね、このゲームのビジュアルも独特で、当時の技術でよく頑張ったと思うよ。例えば、変形シーンなんかは、今見てもなかなかのものだよ。そうなんだ。変形シーン、見てみたいな。でもね、ゲームバランスが難しすぎて、なかなか進めないことも多かったんだ。今なら、もう少しバランスを調整して、面白さを引き出せるかもしれないね。今の技術でリメイクされたら、違った楽しみ方ができるかもね。アクー戦記雷神、興味がある人はぜひチェックしてみてね。スクウェアのトム、ソーヤについて話すよ。トム、そうやって、あの有名な冒険小説がゲームになったの？そうなんだ。夢で見た海賊の秘宝を探す冒険を主人公のトムがするんだよ。実はね、他にも同じ原作のアクションゲームがあって、だからこちらは RPG になったんだよ。RPG ってことは、ストーリーもしっかりしてるの？街や森を探検して、秘宝のありかを示す8枚のタイルを集めるんだ。その探検が子供の頃の冒険ごっこみたいで、なんだか懐かしい感じがするんだよね。探検って楽しそう。敵との戦闘はどんな感じ？街以外の場所では敵と戦うんだけど、戦闘シーンが結構コミカルで面白いんだ。例えば、土煙を上げて敵を殴ったりするんだけど、それがまた楽しいんだよ。コミカルな戦闘シーンって、いい味出してるんだろうな。そうなんだ。それに、ダメージ表示が小数点第1位まであって、変わってるんだよね。湖や青空など自然いっぱいの背景と、のどかな BGM もこのゲームの魅力なんだ。
BGM もいいので、ゲーム全体がのどかな雰囲気なのかな。自然を感じられるデザインが心を和ませてくれるんだよ。それに、このゲームのキャラクターたちも個性的で、冒険がより楽しくなるんだ。キャラクターたちと一緒に冒険できるのはワクワクするね。そうなんだよ。それに、このゲーム、プレイヤーが自分で謎を解いていく感じがいいんだ。探検しながら謎を解くのが、まるで本物の冒険みたいで、すごく楽しいんだよ。自分で謎を解いていくのって、ドキドキするよね。謎解きの過程がまた一つの冒険って感じで、プレイヤーを引き込むんだ。そしてね、このゲームのストーリーは、原作の魅力をしっかりと引き継いでいるんだよ。原作の魅力がゲームでも生きてるんだね。そうなんだ。原作を知ってる人も知らない人もどちらも楽しめる作りになってるんだよ。それにこのゲームのグラフィックも当時としてはかなり良くて、視覚的にも楽しめるんだ。グラフィックもいいの？詳しく教えて。キャラクターや背景が細かく描かれていて、色使いも鮮やかで目を楽しませてくれるんだよ。スクウェアのトム、そうや、興味がある人はぜひチェックしてみてね。ファミコンで独特な存在感を放つ半熟ヒーローについて話そう。半熟ヒーローって聞いたことあるけど、どんなゲームなの？これはね、若い王子が天下統一を目指すリアルタイムシミュレーションゲームなんだ。でもね、シリアスなストーリーなのに、どこかギャグ満載でコメディタッチなんだよ。ギャグが多いシミュレーションゲーム？それは珍しいね。シナリオは3つあって、敵の城を制圧して全ての城を自分のものにするのが目的なんだ。でもシミュレーションって難しそう。意外と簡単で、ルートを決めて進むだけなんだ。季節の変化や月一イベントもあって楽しいよ。季節が変わるの？それは面白い。そうなんだ。季節によって環境が変わるし、イベントでは特別なアイテムがもらえたりするんだよ。そして戦闘システムは、ベンダバトルとエッグモンスターを使ったコマンドバトルがあるんだ。エッグモンスターってどんなの？不思議な卵から出るモンスターで、種類が多くて攻撃方法も様々なんだよ。それって毎回違うモンスターが出てくるってこと？そうなんだよ。だから戦略をどう組むかが重要になってくるんだ。それにこのゲームのギャグセンスがまた良くてね、プレイヤーをいつも楽しませてくれるんだ。ギャグがあるとちょっと息抜きになりそうだね。シリアスなストーリーの中にも軽快な笑いがあって、プレイの緊張感を和らげてくれるんだ。リアルタイムシミュレーションってどういう感じ？リアルタイムだから時間の経過とともに状況が変わるんだ。季節や天気によって戦略も変わってくるよ。じゃあゲームを進めるうちにいろんな戦略を考えないといけないのね。そうなんだ。戦略を練りながら進める楽しさがあるんだよ。それにしてもエッグモンスターってユニークだよね。うん。エッグモンスターの種類や特性を知って、それに合った戦略を立てるのが重要なんだ。エッグモンスターをどう使うかが勝敗の鍵を握ってるんだね。まさにそうなんだよ。それにこのゲームはリアルタイムシミュレーションとしても革新的だったんだ。革新的なの？どういうところが？リアルタイムで状況が変わることで、常に新鮮なゲームプレイが楽しめるんだ。それって何度やっても違った楽しみがあるってことかな？その通り。だから何度でもプレイして楽しめるんだよ。半熟ヒーロー、興味がある人はぜひ挑戦してみてね。独特のフォーメーション RPG について語るよ。フォーメーション RPG って何？縦スクロールシューティングに RPG の成長要素を組み合わせたゲームなんだよ。ドラゴンにさらわれた王女を救うため、4人の勇者が冒険するんだ。その4人の勇者ってどんなキャラクター？戦士、魔法使い、怪獣、盗賊なんだ。それぞれにユニークな能力があるよ。それでどうやって王女を救うの？戦後ステージを通じてアイテムを探し、
キャラクターを強化していくんだ。アイテムを探すってどんな感じ？ステージ上に散らばるアイテムを集めてキャラクターの能力を上げるんだよ。最終面では何が起こるの？最終面では4人のキャラクターを同時に操作してドラゴンと戦うんだ。同時操作って難しそう。それがこのゲームのユニークなポイント。でもキャラの成長やアイテム次第で難易度が変わるんだ。難易度が変わるってどういうこと？例えば途中でキャラが倒れたり良いアイテムを取り損ねたりすると最終面が難しくなるんだ。それじゃあ計画的に進めないといけないんだね。そうなんだよ。それがこのゲームの醍醐味でもあるんだ。当時はどんなに難しくてもみんなが一生抱えのちにプレイしていたんだよ。今だったらどんな評価を受けると思う？今ならそのユニークさでクソゲー扱いされるかもしれないね。ジャケ買いで驚く人もいたのかな。見た目に惹かれて買ったけど中身が予想外って人も多かったと思うよ。このゲームの面白いところは予想を裏切るゲームプレイだったんだ。ゲームプレイが予想外ってどんな感じ？例えば通常のシューティングゲームでは考えられないような RPG 要素が入ってるんだ。 RPG 要素って具体的には？ステージを進めるごとにキャラクターが成長して強くなっていくんだよ。成長要素があるのは面白いね。そうだね。それでゲームの最後までどう成長させるかが鍵なんだ。最終面での戦いが楽しみだね。最終面では4人のキャラクターの成長とアイテム次第で全然違う戦い方ができるんだよ。それぞれのキャラクターの特性を生かして戦うんだね。まさにそう。キャラクターの特性を理解してうまく使い分けるのが勝利の鍵なんだ。さて今日の話はここまで。キングスナイト挑戦する価値ありだよ。夢中になっていたあの頃の